6月になりました。気温が高くなるにつれ、草木がぐんぐん伸び、緑がまぶしいですね。近所の田んぼでも田植えが終わり、稲が日に日に成長しています。暦では芒種。芒種の芒という字は、のぎとも読むんですけれども、稲のような穀物の先っぽのとんがった部分のことを意味するそうです。ですから芒種とは稲や穀物のようなトゲを持った植物の種をまく頃、そんな意味があるんですね。自然の恵みにあふれエネルギーに満ちたこの季節にはどんな星が見えるのでしょうか。それでは夜を待ちたいと思います。日に日に日が長くなって、夜7時でもまだ明るいですね。6月21日には日が一番長くなる夏至を迎えます。この時期は夜になるのがだいぶ遅いですよね。夜9時になりました。日が沈んですぐ見え始めた一番星はどれでしたか？西の空にひときわ明るい星が見えていますね。これが今日の一番星です。今見えている星の中で一番明るい星がこの星、木星なんですね。木星は太陽系の惑星の中で一番大きな星です。夏になると木星はすぐ沈んで見えなくなってしまうので、見頃はまさにこの6月から7月までなんです。最接近中の火星や土星と一緒にぜひ見つけてみてくださいね。さて、今年は猿年ですよね。ね、牛とらう、たつみというこの十二支も実は木星と少し関係があるんです。たまたま木星は今この場所に見えていますが、木星は一年ごとに隣の星座に移動していくんですね。一昨年は木星は双子座のところにありました。去年は蟹座のところ、今年は獅子座にありますね。来年は乙女座、再来年は天秤座というふうに毎年お隣に移動していくんです。実は木星は12個あるお誕生日の星座を毎年移動していって12年で一周するんですね。そのことから昔中国では木星がどの星座のあたりにあるかで今年は何年かというのを決めていた時代がありました。なので、年の呼び名も12個あったんです。それがやがて十二支になったんですね。木星は何年かを決める星だったので、
昔は彩星と呼ばれていました。年を決める星なので、年の星、彩星と呼ばれたんですね。日本でも昔は彩星と呼ばれていました。ですから、木星という呼び名は最近の呼び名なんですね。では、今、木星のすぐそばにある獅子座を見つけてみましょう。獅子座を見つけるには、この形を探してみてください。はてなマークを逆さにした形。なてはマークです。この辺りにありませんか？この星からこうたどっていくと、なてはマークですね。これは日本では獅子の大釜と言われてきました。この明るい星は一等星のレグルスです。そしてこうたどっていくと、まさにライオンが座っている形になりますね。神話ではネメアの森に住む凶暴な人食いライオンとして恐れられていたこの獅子座ですが、怪力を持った英雄ヘルクレスに対峙されてしまいます。実は最近ヘルクレス座が東の空から上がってきているので、この獅子座もさすがに怖くて西の空に隠れようとしているように見えます。ぜひそんな獅子座の姿を探してみてくださいね。今夜の星空案内はいかがでしたか？それではまた次回お目にかかりましょう。